皆さんこんにちは、愛の目選手だよ。はい、というわけで愛の選手でございます。ゴリゾイくんも一緒でございます。ちょっとプライベートで走ってたらゴリゾイがなんか動画撮るとか言い始めたんで、ちょっと対抗して撮ってます。現在2時深夜のね、2時23分というわけで、あんまり声は出せないんですけど、行ってみましょう。ビッグブルー、俺の心の上に広いビッグブルー。オッケー、行こう。いやー、久しぶりですからね、こうしてゴリゾイとこういう風に戦えるというのは。いやー、やっていきましょう。オッケー。目線しか可愛いな。目線しちゃんが一番可愛いな。オッケー。ぶっちぎってやるよ。オッケー、ハイラルサーキット。久しぶりだな、このコースも。ちょっと夜のテンションでいきますよ、愛の選手さんも今日は。今日は冷静実況でいこう。世界一速い俺が、冷静にマリオカート8を実況プレイというふうにやっていきましょう。ゴリゾエ、今レートなんだ ?12000 ちょいぐらいだったから、あいつをレート12000から下ろす。下ろすというわけだよ。ここ、オッケー。行きましょう。ライドリー。まずライドリーからの、ごちゃごちゃしすぎ。じゃあお前ら俺のアイテム取っとけよ。とげよ、クソゴリラ。ゴリラに道を走る権利はねえんだよ、ゴリラかよ。懐いてくんな、ゴリラ。待って。とりあえず、愛の選手さんの、危ねえ。動画は3本で、違う、3レースで1本なんで、ちょっとゴリゾイに2勝した方が勝ちだから、2勝した方が勝ちだから、こっから。これ2勝した方が勝ちだから、それや、ファイアフラー前に投げろよ。絶対、あー、くそ、真ん中いたんだ。クラクションで全員弾き飛ばしてやるよ。いい、危ない、ここ、クラクションのタイミング、ガバガバ、マジか、ちょっとどいてくんないですかね、キノコはいいよ、キノコはショートカットですか、キノコはショートカットですか、オッケー、マリオカート8だけに8、いいですよ、まあ、こっから、ハイラルサーキットのすべてを熟知した、俺が、ここで、出る、ゴリゾイどこ、うわ、ゴリゾイ、嘘だろ、あいつ1位かよ、マジかよ、本気で言ってんの、どけ。よし、オッケー。あんのクソゴリラ。ゴリラに道を走る権利はないと。あれほど言ったのに。俺の遺伝子が言っている。ゴリラを殺せと言っている。時をゴリゾエ、待っとけよ。今言ってやるからな、ゴリゾエ、待っとけよ。時、ここでしょ、勝つ。いい、ゴリラに追いつけ。俺の遺伝子がゴリラを殺せと。むずいてんだよ、あのクソゴリラ。待っとけよ、クソゴリラ。あ、くそ、マジか、ふざけんなよ、ちょっと待って。もうこんなとこで止まってる場合じゃねえんだよ、俺は。クソゴリラは引き止めに行かねえといけんだよ。死ね、クソゴリラ、落ちろ、クソゴリラ。オッケー、ここで狙える。今のこれ赤コーラの性質を利用する。飛んでる相手に当たらない。俺と、あ、くそ、待って、もうちょっと、こんなところでじっとしてる場合には行かねえんだ。俺あのゴリラ止めねえといけねえんだよ、めえ。どいてくれ、マジで。マジで、あ、くそがいや、キノコ取られた。まずい。マジ、ちょっと。おい、大誤算だぜ、こいつは。ちょっと待って、ゴリゾエどこにいるの、ゴリゾエ。いやー、マジ、くそ、くそ。マジかー。あのクソゴリラー。マジかー。まあいい。これ、終わり2本で取り返せばいいから。ここから2本取り返せばいいから、あのクソゴリラ。覚えときよ、クソゴリラ。ああ、調子が出てきた。あったまるわー。あったまったわー、ゴリラ。ああ、いいよ、やってやるよ。あの時の感覚が蘇ってくるよ、クソゴリラ。ゴリゾエ、ああ。懐かしいコースだな、このジャングル。実に懐かしいぜ。おい。やってやるよ。おめえのホーム、あ、お前動物の森かよ。クソゴリラの森かよ。いいぜ。ちょっと、これはちょっと、ぜひともね、ゴリラのホームグラウンドで、ゴリラをね、こんにちは。こんにちは。ゴリラのホームグラウンドでゴリラを褒めってやろうっつうわけだよ。ゴリラ層。ゴリラ層ですよ、これは。あー、そっちかー。冬なら俺の勝ち。冬ならマイリスしてください。冬ならマイリスしてください。行こうぜー。あ、てか、結構、レート高いやつ来てんな。怖えな。行くぜ、おい、これだ。春じゃねえかよ。冬は去り、季節は春。
新しい旅立ちと季節の芽吹き、そして僕に勝利という。危ない、花吹雪を散らしておくれ。ゴリラ殺すまん反射した甲羅に当たれゴリラ。でも今の俺はゴリゾしか見てないから片思い。これが恋心。ゴリラを殺すマシーンとかした愛の選手だから、もうやつを執着に狙う、執着に狙っていくよ。いや抜いてさらに1位だ。俺が狙うのは1位。こんなところで止まってるわけにはいかないんだよ。サンドロールのアイテム、よしもらったか。オッケー、ここちょっとガッティー、いい感じ。いいよ、しゴリラ後ろだ。オッケー、このまま大差をつけて勝つ。あ、やべ、パックパックフラワーパックフラワー、まずい。あ、ゴリラいる、ゴリラ来ない。赤コーラ怖いんご。赤コーラ撃って、放て、解き放て。ゴリラに今こそ赤コーラ解き放て。クソ、何をやってる、何をやってる。よっしゃゴリラパーク。アホゴリラがせいぜい俺の後ろでも走って、うわレインボーゴリラだ。ゴリゾエ、さすが、さすが私が見込んだゴリラだけある。だがそうはさせねえ、貴様ごときに負けるのじゃねえんだ。じゃあなゴリゾエ、てめえはそこで一生バナナでも食ってな、いや雑草でも食ってな、それがお前にはお似合いだ。さあここインからギュインと抜け、ゴリゾエが追いつけないぐらいにもう引き離させてもらうよ。俺のグッズ、いい感じ、いい感じ、すげえいい感じ。ここショートカット抜ける、よいしょよいしょ、やっぱバナナだ。うわー怖い。来てる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 、やっぱ後ろから来てる、後ろ怖いよー。オッケーオッケー、勝った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 、これ勝った、これ勝った。おー、ついでに順位も上げる。しゃしゃしゃー、ゴリゾエがバカがそのまま2万から落ちてしまえ、違う2万じゃない、1万2000から落ちてしまえ。さあこれで1対1、勝負カウントは1対1だ、ゴリゾエよ。次で全てが決まる。ま、勝つのは当然この俺様というわけよ。ここはもう全てお任せにしよう。どこが来てもどこが来ても貴様を葬って、次のステージが貴様の墓場となるぞゴリゾエ。さあしっかり選べよ、貴様の墓場となるコースをな。お、おめえもランダムか、いいじゃねえか、いいじゃねえか、俺たちだけだランダム選んでんな。さあどこが来てもいいというわけだ。うーん、ミュートしていいでしょう、いいでしょう。あ、そういえばここはゴリゾエのゴリゾエのラストのなんだっけあれ、トーナメント杯みたいな、なんかあったじゃん。あれの、あれでお前が落ちたコースだったな。ミニトーナメントだ。実況者ミニトーナメントで、お前が消え去ったステージだったな。今回も消してやるよ、こいつで。てめえは、二度と、俺の画面に映ることはない。あれ、前、後ろからじっくりといたぶってやるよ、こいつで。そういうことならよ。ここで久しぶりにサンドリ決めちゃおうかな。うますぎ、一個通れなかったんですけど。オッケー。ここから刺しに、ここから刺しに。バナナ食っとけてめえら、ほら。危な、俺が食らうとこだって。おめえらバナナ食っとけ。おめえらの大好きなバナナ食っとけ。オッケー。ここから抜かしに行く。ゴリラどこ？ゴリラくん、ゴリゾエくん、なんか行って、マジかよ。ふざけんじゃねえ。うわ、バカ怖い。ほら怖いんだ。ほら怖いもー。このまま行く、このまま行く、このまま1位に躍り出る。あれゴリラはどこ？あ、ゴリラ後ろじゃねえか。遅えなあのゴリラは。このまま俺が1位に出る。神々の、おいおい、弾き飛ばすんじゃねえよ。これが神の力ってわけだよ。いいね。さあ俺の計算ではこのままき、あー危ない、ゴリゾエ。待てよゴリゾエ、俺はてめえを殺すために、てめえを殺すためだけに今日までマリオカートを続けてきた。てめえをこの手で葬るって決めた。熱い熱い。やばいゴリゾエ、長年にわたる決着今つけるぞ。てめえら外れろや、やばいゴリゾエに追いつく。どこ行ったんだいゴリゾエ君。
逃がしゃしないよ。私は逃がしゃしないよ、ゴリスエ。おい、ゴリスエ、待てよ、おい。どこ行ったんだよ。どこ行ったって無駄なんだよ。逃げたって無駄だぜ、ゴリスエ。てめえを引き殺してやるよ。どこだ、ゴリスエ。ゴリスエ、どこにいるのかな。あ、無駄。マジか、どこにいんの、あのゴリラ。あ、下じゃねえか、俺の後ろだ。あ、下のままに行き。俺の勝ちだ。俺様の勝ちだ。夜だから叫べねえのが悔やまれる。あー、ゴリスエ、嘘だろ、嘘だろ、嘘。うおー、ゴリスエ、待ってくれ。ゴリスエ、ゴリスエ、ゴリスエ、クソだ、ゴリスエ。くそ、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 あと一歩でもなかった。マジかー、ゴリスエ、俺の前走ってんじゃねえぞ。あー、お疲れ、お疲れ。